こんばんは。はい、私です。私だ。ということで、ブンブン、今日は最高の推し活をしたいと思います。1話この間放送してばっかりで、私のガブ活が始まっているということで、いい推し活を思いついちゃったんですよ。だからやりたいと思ってるんですけど、ただいまの時間がですね、0時17分ということで、ちょっとね、前回仮面ライダー対空の ID コアを作ろうっていう、早2年経ちましたが、同じようなことを深夜から始めるっていうね、私の推し活は深夜から始まるということで、すごいものが生まれそうな気がしてます。あの9月3日グミの日、おめでとうございます。私もしっかり会員になりました。グミもね、いっぱいあります。ジューシー足りなくなっちゃうので、はい、では準備が整ったので早速やっていこうと思うんですけど、ガブの1話でごちそうが可愛すぎたんですよ。ケミーみたいなごちそうが出てきたと思って、表情豊かだし、あの泣いてる姿も可愛すぎるし、イートグミーイートグミーイートキャンディーとかおしゃべりもするし、もうとにかく可愛い、愛らしい。しょうまくんがなんかうーって倒れてる時に、イートグミって出てきて、でしょうまくんがこう食べようとしたら、キューってこう泣き始めて、でそしたらごちそう大群が変身ベルトガブの形にこう連なって、こうなんかガブガブみたいな動きをして、こっちで食べるんだよ、こっちで食べるんだよって教えてくれてるのが可愛すぎて、だから私は今回あれを見た時に、ごちそうを絶対大量に集めるなって確信したんですよ。ガシャポンのね、ごちそうも、もういくらかぶっても、もうむしろウェルカムだなって思ったんですよね。あんな大群の可愛いごちそうを見ちゃったら集めるしかない。集めてなんぼですよね。前回のガッチャードはライドケミトレカだったから、カードケースにね、こうパタパタと専用のケースも出てたりとかしたし、これを撮ってる今はもう放送後なので、デラックスメゾンごちそう&バブルラムネごちそうっていう、あの収納ケースになってるアイテムも出てるんですけど、ちょっとそれが発売する前に、あ、これぴったりじゃんっていうやつを見つけて買っちゃったんですよね。今ケースがない方はぜひそのメゾンごちそう&バブルラムネごちそうの方を買っていただきたいんですけど、私もそれを買いつつも、ちょっとせっかく買っちゃったので、自作収納ケースの方も活用していきたいなと思っております。今回はそのオリジナルごちそう収納ケースと、あとオリジナルごちそうを作りたいと思います。1話を見た直後から、あ、もうこれ絶対やるって決めたことがあって、ごちそうが戦いとかいろんなものにね、こう変形したりとかして消費された後に、この天使の羽とこの天使の輪っかがついて、ほーで昇天されたシーンあったじゃないですか。衝撃を受けて本当に可愛すぎる。まあびっくりはしたんだけど、最初ごちそうどうなっちゃったのって、え、そういうこと？と思って。ただなんかやっぱお菓子だからこそ、食べ物だからこそ、食べたイコール消費した、で、あ、昇天したのかなっていう風に思って、あれがもし昇天してなかったら食べ残しってことになっちゃうのかなみたいな。ごちそうも命だから、命を美味しくいただきましたっていうことで、こう成仏されていった行くっていう現れなのかなっていう感謝を込めて、ごちそうさまでしたっていうことで、まあと言いつつ、もうそのシーンが可愛すぎるので、頂点ごちそうも作りたいと思います。チャンネル登録してね。はい、じゃあ早速やっていくんですけど、今回使うごちそうさんはガシャポンごちそうって、頑張れバレン、頑張れ頑張れバレン、頑張れガン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 頑張れガンガン頑張れ。今回使うごちそうはガシャポンごちそうです。トッピングミごちそう2匹かぶったので改造していきたいと思います。この状態可愛すぎない？
めっちゃ覗いてる、かわいい。自分でシールを貼るっていうのもまたいいんだよね。このご地蔵に息を吹き込んでる感じがして余計に愛着湧きませんか。これシール貼る瞬間すごい好きなんですよ。騒動とかもさ貼るじゃないですか。この時間がねたまらなく好きなんですよね。ということでできました。息を吹き込んだ瞬間に焦点させてしまうという、なんと残酷な可愛くしていきたいと思います。で今回天使の羽パーツに選んだのはこちらです。じゃーん、デコパーツの羽です。ふわふわした可愛いのにしたいなと思ってこれを選びました。キャンドゥで買いました。可愛い、可愛いよ、ほら見て、ふわふわしてて可愛い。じゃん、あ、泣いちゃった。大丈夫、怖くないよ、怖くない、大丈夫だよ。あ、でも可愛いんじゃない。思いのほかでかかった。大きな翼授けた方がさ、なんか天高く登れそうじゃない。そういう問題じゃない。かわいい、本当にかわいいね、本当にかわいい、大好き。つけるやり方なんですけど、 2,3 年前くらいになんかダイソーで見つけたなんかグルーガンってやつ、一回も使ったことがなくて、どうする、こういう機械がないと使わなそうじゃん。今日はこれでグルーガンでやってみたいと思います。コンセントにつなぐだけでなんか発動した気がするんですよ。コンセントにつけてみます。ジーとか何も言ってないけど、これ発動してるのかな。待って待って待って、なんか発動してたっぽい、なんか先から出てる。ちょっとこれ、え、ちょっと待って、つけるとことか全然考えてなかったけど、つける場所、あ、待って、めっちゃ出てきた、やばいって、いや待って、すっごい出てきた、やばい、とりあえずくっつけてみる。え、ちょっと待って、やばいって、しかも一瞬で固まった。あ、これってすぐくっつけなきゃダメなのね。あ、待って待って、やどこまで行ったら終わり？ちょっと待って、ライトもつかんくなったけど、何このハプニング、ちょっと待って一回止めよう。なんかわちゃわちゃしてる間にあの羽をつけるタイミングを失って、なんか完全にここで固まっちゃったんですけど、どうしたらいいですかね。これわかる、これほら両端にこっちとこっちに固まっちゃったまま、くっついちゃいました。ちょっと待ってね、取れた、髪取れた。これだからさ、溶けてくるじゃん、うわーって一瞬でつけるじゃん、で一瞬でこの羽ごち像、羽ごち像じゃないわ、この羽をここにつけないといけないんでしょ。いいだよね、向きとか考えとこう、羽上向き。え、ちょっともう一回だけやってみよう、このまま終わるの悔しいじゃん。レディーファイ、じわりじわりと出てきたぜ。こっち向きに傾けてないとダメらしい。ちなみになんか上向きにしてると溶けたやつがこの本体に逆流するから良くないんだって。ここからがハイライトだ。でつけます。伸びる、なんでこんな伸びるの。あ、一生伸びる。待って、うわめっちゃ絡まった、やばい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 、何これ、助けて、固まっちゃうよ、またこっちで、うわ落ちた、またこっちくっついちゃったし、一回取って、これだからね、取れることがね強み。だがしかし、もう溶けている、こっちで、やばい。つけます、羽をつけます、上向きに、えい、どうや、これでいいやろ、どう、片方、待って結構くっついてる、いいんじゃない。うっ、また垂れてきた、やばいやばいやばい、もうグルーガンやるのにこんな慌ただしいことある。かわいいんじゃない、みほら、あ、待って、机に垂れてる、やばい、お願い、やばい。なんかさ、前回のさ IDコア作りの時もさ、なんかこう大惨事になるじゃん。これ手作り系の時ってさ、なんか起こるよね。だって言ってもさ、前回のコア ID もあれ失敗してるよ。
このね袋をさ緊急避難先みたいな感じにさこうやってやっとって見てほらこんなぐるぐるになっちゃったほらやばいじゃじゃーんとえ可愛くない？待って想像以上にめっちゃ可愛いんだけどやばい結構いい出来じゃない？すんごいがっちりくっついた布とプラスチックなんか相性大丈夫だったらしい。ちょっと待ってやばい喜んでたのもつかの間ってやつですね。さっきまでさ口パクパクしてたじゃん。だからさパクパクさせようと思ってさボタン押すじゃん開かないのよ。見て稼働するここの接続部分を完全に接着しちゃいましたね。わー待って口開かないじゃん。これさっきまでなんでパクパクしてたんだろう。え地蔵ちゃんをさ無理やり昇天させようとしたことへの怒っちゃったかなこの子。どうしようこれミシミシ。あなんか口半開きになっちゃったし。しかもこの子だって確かさ外れるのがいいとこだったじゃん。これで昇天ご地蔵ちゃんできましたね。上の天使の輪っかをどうしようかなっていうのを指輪か瓶の蓋をこうやって開けた一番下に残る輪っかこれでできそうじゃないってさっき思ったんですよ。だからこれちょっとまた後日つけてみようと思います。このグルーガンを使ってはいということでこんな感じで可愛い昇天ご地蔵パート1ができたということで天にうまく登れる子もいれば登れない子も出てくるだろうということで成仏できなかった子をもう一人作りたいと思ってじゃじゃん！天使の反対といえば悪魔ということでこっちはダイソーで買いましたクッションパーツですね。これを使ってちょっとやっていきたいと思います。ちょっとちっちゃめの羽だから華奢な感じの悪魔さんになるんじゃないかなと思っております。レッツ早送り。なんかすごいよねもう中すごいことになってるよ。バネとか入ってさこの横のボタンを押したらさこうやって開くようにできてさ本当にすごいと思う。こんなの作れるなんてすごいよ。これ考えるのすごい感動しちゃった。おもちゃもね一個一個大事にしなきゃダメだね。いつも楽しいおもちゃを作ってくれてありがとう。ありがとうの気持ち大事。なんかさ変身するときにさしょうまくんのお腹にさベルト巻かれるじゃん。シューってこう巻かれるモーションがあるじゃん。しょうまくんのお腹ってさ本来の自分のお腹の上にもう一つ人工のお腹があるんだって。あのベルト巻かれるシーン見るとねわかる。すごいお腹がギューってなってる。私も変身したいな。本当に変身したい。もうずっと憧れだもんね。仮面ライダーにウルトラマンにもなりたいしヒーローになりたいよ。この夢を諦めなければ必ず叶うと信じてフルスロットルで走り続けますよ。バイクだってさほぼラストシーンにさあんなにがっつりとさバイク映ってくれてさ嬉しかった。すごい。しかもあの今回のあのしょうまくんのバイクって私があの乗ってるホンダの CRF250L 同じお揃いなんですよ。あの洗いのヘルメットって本当に洗いから出てるそのもののカラーリングでそのもののモデルを多分採用してるっぽいんですよ。あのメットを買って CRF に乗ればもうガブにね翔真くんガブになれるっていうもう夢の実現だよね。仮面ライダーになれるっていうさ。しかもさ最後の方にあのちゃんとさあの洗いのこの洗いっていう文字が見えるように多分私が見た中では2回くらいちょっとあえてこう伏せ気味に走ってくれてたんですよ。あの新井のロゴをね見せてくれているあたり素晴らしいですね。ありがとうございますって感じですね。
もうそういうさ、もうバイク女子はさ、バイクが出てくると大興奮しちゃうから、そういう細かいところを見ちゃうんですけど、それもねまた嬉しいポイントでしたね。話してる間にシールが貼れたので羽をつけます。ちょうどいいかも、ちょこんってつけれそう。はい、私がクロックアップしているうちに完成しました。じゃじゃん、悪魔ご地蔵ができました。可愛すぎませんか。やばいですよ、もうこのさ、商店ご地蔵と並べてみて、これ可愛すぎる。やばいよ、もう口もこうパカッと開いたりして、うまく昇天していったご地蔵さんと食べ残してしまって悪魔になってしまった悪魔ご地蔵。可愛すぎる、やばいこれ。しかもこうフェルトっていうのがさ、またこのふわふわして触り心地も抜群なんですよ。プラスチックのやつと迷ったけどフェルトで正解かも。なんか柔らかい感じがしてめっちゃ可愛い出来になりました。愛着半端ない、これは可愛すぎる。悪魔の方はさ、ちょっとこれからハロウィンの時期が来るからハロウィンにもいいかもね。こうやってお部屋に飾ったりしても可愛い気がする。超いいご地蔵が作れましたね。ちょっと本来の動画ではご地蔵ちゃんたちの収納ケースも手作りで作ろうって思ってたんですけど、ちょっとあまりにも尺を取りすぎてしまったので、収納ケース編はまた次回にちょっと繰り越したいと思います。収納ケース作るだけにハプニングなんて絶対起きないからさ、次回は簡単に本話が楽しく、なんならガブの2話の感想もね語りつつの収納ケース作りをやりたいと思います。ということで今回は昇天ご地蔵と悪魔ご地蔵でした。この動画が楽しかったな、ガブ最高、ご地蔵超かわいいと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。そして